はい、コズノオブシメディアへようこそ。今回もね、フィギュア紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのはこちら。はい、またね、久しぶりに美少女フィギュア、こちらをねご紹介していきたいと思います。まあ箱はね、至ってシンプル。といった感じなんでね、こちら開封していきたいと思います。はい、一応ね今ね開封しました。はい、ブリスターの状態ですね。はい、こんな感じ。うん、でもう一個あります。台座に、これは武器の鞘かな。はい、で説明書に、これは名刺かな。はい、説明書はこんな感じ。はい、ということでね、これを組み立てて完成させたいと思います。はい、ではね組み立て終わりましたので見ていきましょう。こちら、じゃん、見えない。はい、いや素晴らしい、エクセレントな、ほんとフィギュアだね。ビューティフォー。はい、いやこれはかわいい、可愛くてかっこいい。顔どうです、この顔めっちゃ可愛い顔してるな。鼻飾り、でここのねベルトのところに、ナイトって書いてありますね。うん、でこの小物を入れるポーチですかね。はい、うん、でスカートは膝上でタイツで、下はちょっとねどういう、あれアスファルトが溶けてるような感じかな。で手袋、かっこいい手袋してる。でこのジャケットのね、このたなびき具合とかすごい表現豊かですね。躍動感がある。で髪の毛もね、毛先がちゃんとこうシュッてね尖ってるんで、すごいいいですね。うん、造形はさすが。でこれは何でしょうね、タグなんでしょうか。でこの武器、この武器の作り込みも半端じゃない。こういうなんかね、マークとかがすごいよくね作られてるんですよね、細かーく。で切っ先までね、これは何だろう、レイピアかな。うん、いや素晴らしいね。でこちらね、付属品というかもう鞘の方がですね、こちらかなり大きい鞘ですね。はい、
こちらにもね、ブーキレイピアかなんかがあるんですが、これはまあ抜けないですね。これは固定です。はい。なので、二刀流もできるってことだよね。うん。で、これね、よく見るとね、ハート型になってるんだよね。うん。これすごいな、この鞘。ここにもね、ちゃんとなんかこう、マーク、入ってますね。こういうね、細かいところにね、ちょくちょくマークが入ってるんで、うん。なんかすごい武骨な感じでかっこいいんだよな。細かいところまでよく再現してるね。まあ元絵がよ、わからないんですけどね。はい。で、これをね、この手にかまして持たせるっていう感じですね。ではちょっと持たせてみましょう。こんな感じですね。はい。すごい無造作に垂れ下げてる感じですね。これがまたかっこいいですね。うん。すごいかっこいい。いや、めっちゃかっこかわいいフィギュアですね。はい。で、これは実は第1二段なんですよね、これ。まあ、第一段は、前回にもご紹介してますんで、そちらをご覧いただければなと思いますが、一応お見せしたいと思います。もう一つがこちら。はい。こちらもすっごいかっこいいんだよな。鞘がもう、どういう感じになってるのかわかんない。で、こちらは刀ですね。うん。この子もかっこかわいいんだよな。うん。で、これはね、シリーズとしてね、まあ共通点があるんですよね。うん。こちらの共通点が、まあ、タイトルっていうか、まあ商品名にもある通り A-Z A の Z っていうことは A から Z のシリーズ、アルファベット的な感じでね。で、1段目のこちらは B なんですよ。はい。 A の Z の B っていうコードネームなのかわかんないけど、で、なんで B かっていうと、まあ、ここのね、台座にもある通りね、ここに書いてあるんですよね。ブレード。はい。こちらがね、この刀。うん。持ってる武器の種類ですね。ブレードだから B。はい。っていうことは、こちらは S なんです。で、S っていうと、まあ、普通に考えて、ソードかと思いきや、ストリスシア、なんでしょうね。自分はてっきりソードだと思ったんですけどね、ソードの S かと思ったんですけど、なんだろうね、読み方がわからないんですが、レイピアの呼び方なのかな。うん。まあそこら辺よくわからないんですが、まあ何にしてもね、これはもう確実にシリーズ化するものですね。A から Z まであるんで。はい。なのでね、まあ武器によるんでしょうけど、A から Z まで武器あるんでしょうかね。
あとこれは全部、美少女なんですかね。そこら辺もまだ分かってないんですが、まあ、こちらはね普通にアニメ化とか漫画化されてるわけじゃなくて、本当デザイナーが考えて一から造形した、オリジナルですね。とりあえず回転台座に乗せてみたいと思います。ということでね、いかがだったでしょうか。いやこれね、ほんと素晴らしい出来、めちゃくちゃ綺麗、造形といいね、塗装といい、完璧ですよ。これはかっこいい。はい、ということでね、今回はまた一風変わったねフィギュア紹介させていただきました。もしよければね、チャンネル登録、あとね、高評価、コメントもね、お待ちしております。では、今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。